3年前に夫が死んで、一人暮らし。男の子を3人育て、全員結婚している。昨年、次男夫婦から同居の打診があった。次男は地元企業に勤め、嫁はパートで働いている。子供、孫が3人。生活がいっぱいいっぱいで余裕がない。部屋もあるし、ここに住まわせてくれ、って。マイホームが欲しいとか、そういう話では全くなく、単に生活費を抑えるため。それを、断っても断っても、説得され続けていたが、次男夫婦の目的は、生活費を抑えるためと言ってるが、同時に、私に、家事と育児を頼もうとしているのが、見え見えだったから。すべての自分たちの家事は、自分でやることと、緊急時以外、子供たちの世話を、私に投げないことの、念書を書くなら考える。と言ったら、だんまり。やっと口を開いたと思ったら、母さんが死んで、親父が残ってればよかった。って言われたよ。お父さんの何を知ってるっていうのよ。お父さんなら、無責任に引き受けて、家事は、全部嫁さんに丸投げよ。丸投げだけならいいけど、いちいち小言がついてくるわよ。あんた、息子のくせに、そんなことも知らないの。って言ったら、絶縁宣言。夫が死んだ後、長男は、相続したお金を、頭金の一部にして、マイホーム買ったって言うし。末っ子は、子供の大学費用のために、一切手をつけないようにしてるって言ってた。次男は、どうやら、気がついたら使い切ってたらしい。昔から、小遣いを渡したら、一気に使い切るような子だったけど、未だにこんな金銭感覚で、社会人として、ちゃんとやれてるんだろうかと、心配になる。死んだ夫は、高級砦ではあったけど、家のことは何もしないし、育児にも一切関わらず、家事と育児は女の仕事って人だったが、そのくせ、重箱の隅をつつくのが趣味のような人で、小言がとても多い男だった。昔のしがらみのある見合い結婚だったから、簡単に離婚もできないし、3人の子供を育てていくことを考えて、ATM と割り切ることにした結婚生活。ぶっちゃけ、残すもの残して死んだ時、ほっとしたのが本音。やっと安穏な日が訪れるって思った。ずっとワンオペで男の子を3人育てて自分の時間なんて本当になかったし。今は結婚して初めてと言っていいほどのんびり暮らしている。3人の子が結婚してやっと肩の荷が下りた。親としての責任は果たしたと思ってた。なのに今更同居して孫の世話をさせられるぐらいなら絶縁上等。もう、自分の人生を楽しませてほしい。ご心配してくださってありがとうございます。家のことは、悩ましい限りです。自営のために手放した方がいいのかなと思う反面、長年暮らした戸建ては、やっぱり住み心地がいい。長男や三男と相談しながら、考えたいと思います。